掛け軸とは書や動揺画を列や紙で表層したもの。日本では床の間などに掛けて干渉し、床掛けと言われることもある。工術のように掛け軸と同様な方法で保管、干渉される書画は中国美術に古来存在する。仏教を広めるための道具として日本に流入した後、日本の文化と融合し、室内装飾で重要な役割を果たしている。 床掛けに近い掛け軸としては、茶道の茶室内で用いる前後などを描いた、やや細い、茶掛けがある。それ以外では、仏壇の中で使う、仏掛けがあり、本尊や脇地の映像が描かれていたり、名号、荒名軸に仕立てられたりしている。現代においても、昔の掛け軸が文化財として、保護、展示されていたり、骨董として、収集、売買されたり、 肉筆や印刷で新たに制作されたりしている。正月の末の床掛け物が肉筆浮き終え、山水画、花鳥画、木石、古筆、色紙、短冊、画算、手紙である、小則、巻物を切り取った一部である、断管などが表層され、掛け軸となる。連作となる複数の書画を同じ表層で仕立てたものを追福と呼ぶ。 追福には書きくり図や流行図といった創服、観音、猿、鶴などを描いた三の、対、四季を描いた四の、対、十二ヶ月を描いた十二福体などがある。以上を床の間に掛けるものという意味で、床掛けとも言う。床掛け以外の掛け軸には、仏壇の中に掛ける掛け軸がある。本尊や脇地の絵像、名号、光名軸がある。庶民向けに、簡素。 安価に製造、販売される掛け軸もある。北関東ではかつて、生まれた子供の初正月に掛け軸へを送る風習があった。初節句の祝い品とした地域もあった。絵柄なな福神などのほか男児向けには、武者や軍人、女児には、美人画が好まれたという。主な産地は、栃木県佐野地方で、佐野海寺と呼ばれた。山和表層。 文人表層掛け軸の様式は茶道と共に確立した。座って見上げるときに美しく見えるように寸法が定められており、床の間の大きさや畳の大きさを考慮して作られる。一般に関東では上一文字の竹が下一文字の竹の二倍、天の竹が地の竹の二倍といったように上部と下部の比率が二対一になっているが、関東よりも畳の大きな関西では、 二対一よりも上部を若干短めに作られる。表層の材質として紙あるいは金卵、銀卵、ドンス、車といった列が用いられる。一文字と風体は強烈が用いられ、中回しには別の素材が用いられ変化をつけている。通常、一文字に最上の素材が用いられる。これらの列の取り合わせが画面を一層引き立てる。軸の材料には増毛、 下輪、花輪、水朱、水晶などが用いられるが、画題により、南画には、木製の軸炭、仏画には、金属、水晶の軸炭などと選ばれる。また、書画を表層して掛け軸に仕立てることを軸層という。掛け軸の各部名称掛け軸は、自分自身の環境を表している。自分自身は、掛け軸の本紙部分、本紙には目に映る四季の移ろいゆく風景や花々、 訪れた人や家族への思い、自分への今しめなどが描かれている。掛け軸を掛ける際には、先端が Y 字状あるいは U 字状になっているやはずあるいは掛け、物竿と呼ばれる道具を用いる。服や釘などが高い位置にある場合には、高さを調節可能な自在がかりを介して掛ける。掛け軸は湿気や乾燥に弱いため、 切り箱などに収めて温度変化の少ない場所に保管すると良い。切り箱には香木等を用いた防虫鉱を共に収める。ナフタレン等の防虫剤は軸先を痛める場合がある。掛け軸は湿度の高い場所に保管するとシミ虫、カビなどの原因になる。また汚れや傷などによって大切な美術品の価値も半減してしまう。 掛け軸は保存と取り扱いに注意すれば長く楽しむことができる。掛け軸の収納方法が大きく分けて3つある。ありがとうございます。